株式会社伊藤農園は和歌山県有田市宮原町に本社を置く食品メーカー。柑橘類の生産、加工、小売りまでを手掛ける6次産業に取り組んでいる。同社は業務用柑橘原料の取り扱い、製造も行っており、種類は約15種ある。近年では農薬散布用ドローンを導入し、IT 機器を活かした取り組みを行っている。 1897年創業のみかんん屋でみかんの栽培も行っていた。しかし農協が勢力を伸ばすと卸の役割は低下したため、1985年からはみかんのジュース加工を開始、独自の研究で雑味を抑えた製法を開発した。2009年にはセブンイレブンとの取引も始まり、法人化が取引条件だったため農園は株式会社に移行した。 フランス、オランダ、香港、シンガポールなどへの輸出も行っている。2016年には、元みかん農家が使用していた、築100年の建物を買い取り改装、初の直売店、みかんの木を開店した。100%、ピュアジュース 180ml、藤田千恵子、1本。メイドイン関西の味イチェーン第3回、伊藤農園の清見絞り。 天から手帳第22巻第9号、クリエテ、関西、2018年4月、130から133ページ。大泉一巻、特別企画駆け上がる、地域農業の担い手たちアグリフードエキスポ輝く、経営対象株式会社、伊藤農園、AFC フォーラム第64巻第8号、2016年11月、15から18ページ。小沢愚京、 アグリフードエキスポロ次産業化のパイオニア、伊藤農園独自製法で差別化、日本食料新聞2017年2月6日付3面。稲尾明、伊藤農園地元に、初の小売店古民家改装、特産品もありた、毎日新聞2016年6月4日付22面。みかんの加工品ぎっしり直売店ありた、伊藤農園和歌山。 読売新聞2016年6月5日付、大阪本社長官29面。継続は力なり、我が山百年企業の挑戦伊藤農園みかんジュースに、活路収納環境改善にも本腰、し、毎日新聞2018年9月3日付長官23面。和歌山、有田の伊藤農園が直売店開設へ、築1年のみかん像を改装。 和歌山経済新聞。2019年10月24日閲覧。7ありとみ関西ダー香料不使用で自然な風味。日経プラス12017年5月13日付2面。今月のお取り寄せジュースで絞り100%ピュアジュース。日経プラス12007年8月4日付13面。ありがとうございます。